低位絶とは、安静時に、高校内における舌の位置が、正常位に比較して上下的に低位に定着している、舌の状態を指していう。子供の成長期においては、舌の上下的位置関係が正常口互や健常な顎の発育のために、大変重要な要因となる。これは、上顎骨、下学骨、上下思想骨等、骨の成長には、舌圧が大きく影響しているからである。 通常、下の正しいポジションは、舌船が上あご前歯のすぐ後ろに位置し、唾気を塩化するたびに下が、口外に密着する。下の成長を伴う安静時舌圧と塩化時舌圧が死がと上顎骨を前方、側方に押して、上顎骨の成長を促している。一方、低移舌は、舌船の位置が低く、塩化時に下あご前歯を、 裏側から押している状態である。本来、上顎骨の成長を助けるべき下が上顎骨を前方、側方に押さないため、絶圧不足により、上顎骨は成長不全、列成長となり、上顎歯列弓が強削し、反対交合、交差交合となる。さらに、本来円下時に舌が押してはいけない、下顎骨と下顎の死がを前方、側方に押すため、 過剰絶圧による、化学骨の過成長が起こり、化学前突がさらに顕著となる。早期に、低移裂を改善するなど、早期発見早期治療が求められる。乳幼児期の口呼吸やおしゃぶりの常用などが考えられる。PFDS 低移裂による、化学前突近年、画期的な機能的矯正装置が開発された。今まで低移裂による、乳歯列期の反対抗合。 科学前突は経過観察が一般的であったが、このムーシールド機能的矯正装置は就寝中にマウスピース型矯正装置を加えるだけという勘弁さのため、幼い子に対しても負担が小さく応用できる。定位絶、絶更心圧バランス、筋機能を正常化させ、光合の乱れを整える。一年間程度の就寝時の未装着で、症状の改善が図られる。 亀山隆進むをしゃぶり誘発学顔面変形症、月間保暖連2006.11ナ、no. ンバーワ8、2006.12、脳、no. 920、2007.3脳、no. 927、2007.4脳、no. 932柳沢、柳沢宗光ほか、ありがとうございます。